今日が、新ガラナッツの19です、ね。ですね、ちゃんと寸法を煮詰めた結果、なんかもうほぼただで、あれができますね。ベッドが1個できて、で2個目はちょっとお金の都合で、ちょっと安い方式にしました。なんで今日でベッド2つ作って、ちょっといい加減終わらせますね。ちょっと早くバイト、こっちでもバイトしなきゃいけないのと、農家民宿をするのであれば、ちょっと農家さんとのコネも欲しいので、まあ初めてだよね。今まで北海道とか住んだけど、北海道に住んで自分の家とのあるその土地で働いたことがない。まあ要はだからそこに住みながらもあれですね、その土地で働かないっていう感じです。まあ介護やったけど、もうや介護はもう嫌なので、まあそんな感じでもう一回やり直しかなっていう感じですね。はい、ということで、ベッド2つ作って、あれをもう買いに行かなきゃいけないですね。ダイニングテーブル、それであと台所の棚をもうちょっと作りますかって感じで始めましょう。はい、では、まずベッドのフレームのところですね。フレームのところを支えるところに、手を取っていきます。で、まあ、腕はちょっと2種類あるんで、腕の種類が1個と、まあ、9×9 ですね。あとは2倍材を付いて作ったやつがあって、でこれ実はね、なかなかいい強度があるんで、まあ一応ビスで腰掛けを作ったんですよね。木の線まで作る余裕なかったんで、まあ、ビス多めで対応っていうか、ビス多めで打ちまくって、まあ、折れたら折れやすいんで、折れるかもしれないんで、まあ、この折れるところにもう一本補強したから支えるやつを入れればいいかなって感じでやっていきます。でまずはですね、こっち 9×9 の受けからやっていきます。まあ、動画回ってなかったんで、ここから回します。あ、でここ今ね、サスケネさんの動画で大引き受けを削って作ってるやつを見て、まあ、やってますね。まあもうちょいね、細かくサスケネさんは入れてたけど、まあこれで勘弁してください。でまたちょっと波で削ります。はいはいはい、何だろう、自分でね、ナレーション吹き込んでるのに、何のグタグタさ、グタグタ感はと思いますけれども、まあ、これ、受けを掘ってますね。これはですね、まあ、福島に引っ越しハウスっていうところがあって、まあ、そこのね、オーナーの佐々木さんという方がいて、その人が大工さんで、やっぱりあの人が、その、シェアハウスを作るまでの動画は、実はかなり見てて、やっぱり大工仕事を、まあ、ちゃんとね、それを生業としてる人だから、すごいちゃんと、もう本物のね、大工さんの手際が見えるんですよね。だからそれを見つつ、見よう見まねでやってますね。で、この受けのも、本を買ったら、一応ね、多分あれ、宮大工かな、有継ぎとかの本とか買うと、書いてありますね。なんとか継ぎとかね、その1本の柱で3本の、構造材、横のね柱を支えるための掘り方とかあるんですよ。でもあれね、めちゃくちゃ難しいんですよ。だから CAD でちょっと書いてくれレベルで難しいから、ちょっとこれ以上できないですね。当て込んでみましょうか。中へ持っていきますわ。ですね、まあこれが今切った材を並べてですね、並べてきたのは、こっち持ってきて、この部屋の中で組まないとダメなんですよ。なんで一応
ここまで材持ってきて全部組んでますね。で、ちょっとあの、受けがずれたとか言ったら、まあ、外に持ってって、そんで、やってますね。こればっかりはまあ、しょうがないって話で。でもまあ、ちょっとね、欲張って、ここも個室にしちゃったんですよ。でもそれはね、ちょっとやりすぎだなって思ってて、まあ、今年中に、まあ、残念ながらですね、何でしょう。家の風通しを良くしたいんですよ。なのでここを、共有スペース2にします。なんで今日まあ壁せっかくね作ったんですけど、これ壁ぶち抜きます。ぶち抜くよりかは解体ですね。一旦枠を入れてそこに石膏ボードを貼って、で石膏ボードの上からなんだっけシートだっけ、あれを貼ったので、まあ、これをどうにかやっていきます。壁紙だ、ごめんね、思い出した。壁紙だ。壁紙を貼ったので、まあ、思い出して、やっていきます。まあ、多分ちょっと剥がして、ビス頭がどこにあるのか、それをちょっと剥がして、ビスをね、剥がして、ビスを、まあ、外して、それも、どっかでしまっておこうと思います。この、石膏ボードはまだまだ使えるんで、まあ、2軒目3軒目の時まで取っておこうかなと思っています。まあ、ここまで頑張って組んだね、このベッド、ロフトベッドね、外さなくちゃいけないというのはまあすごい悔しいですけれど、まあしょうがない。まあ、この経験っていうのは自分の中に経験値っていうのは溜まってるし、でこの材もまだまだ使いようがあるんですよね。でやっぱりこうできることが増えてくると、発想も増えてくる感じですけど、その中で、あんな感じもいいなとか、で、最近は、ニトリとか家具を売ってるところのロフトベッドを見てるんですけど、まあ大体ね、3万、4万とか払ってまでシステムベッドって、買わなくてもいいなっていう確信というか自信が、ついてきてるんで、まあ大体ダメ人間ベッドとかをちょっと自力で作ってみようかなっていう、新しい、アイデアというか構想も出てきました。結構これはいけると思っているので、あとは2軒目どういうどこに家買おうかなっていう感じですね。はい、なのでまぁ、ちょっとねごちゃごちゃするかなという感じです。まあ、とにかくここがですね共有スペースになって、ちょっと姉妹図がですね、今まで買ってしたためてきた本をまあ、アマゾンで売っちめえとか思ったけど、まあ、とりあえず姉妹図文庫に、姉妹図文庫をですね、ここに置いて、まあ、そういう共有スペースにしようかなっていう感じですね。で、ぜひここに来て、見たらやってほしいのはですね、両手の人差し指を口のね、端に入れて、口を広げて、姉妹図なんちゃらって言ってみてください。結構、ベタなんですけど、これやったら楽しいっすよ。はい。まあ、どうでもいいんですけど、まあ一応こういう材を切って、ベッドを作る。これ意外とできますね。で、やっぱりその、受けを作れないと、受け金ですね。鉄で受けなくちゃいけないので、それのコストも結構削減できたりしますね。まあ削減しちゃいけないところは削減しない方がいいんですけど、やっぱり受け作れると感動。はい。でもまあ、これが完成形に近づいてきてます。で、2倍材ってすげえ頑丈で、僕は乗ってもリフトもしないんですよね。で、今ね、口惜しいことというか、ちょっとやらなかったなっていうことがあるんですけど、2倍材をこの後横で置いてるんですけど、これ2倍材縦で置いた方が良かったかなっていう感じですね。で、縦で、を組んであればもっと受けの数掘らなくちゃいけないんですよね。それもそれでダリーなと思ったから、このね針っていうかその角材の上に2倍材を打ち付けたっていう感じです。まあ、強度的には全然問題なかったですね。今願わくば面倒くさいけれども、この縦にね受け掘って一本一本並べていった場合は一番強度が出るんで、それでいいかなっていう感じですね。そうすると一番材が少なくするんですよ。なんでかって言ったら、その平材を置
打ってその上に乗った方が寝心地というかね、平らな感じがあっていいんですけど、それを入れるまでに床で例えばそのまずたるきを横に入れて根太にします。でその根太の上に、まあ入れます。平材を打ってもいいんですけど、たるきだともうちょいあの91メートルですよね、1メートルよりかまあ大体90センチとか85くらい短くないとちょっと強度が僕も不安だったので、あの通媒材にしました。なんせあの寝返り打った時にこうボキッと折れて寝てるまんまこう地面にどんどん落ちるのはちょっと嫌だったんで、まあ通媒材っていう感じでまあ奮発はしました。はい、まあね、どうしようかな、今日は仕上げるところをやって仕上げて終わりです。そういう材料を持ってきます。いやでもね、これ自分なりに自分ですけど、まあ感動しますよね。ナルシストかって話ですけど、まあ、ナルシストになってきますよ。うん、だってさ3年前にね50万一括で買って、まあ実際はね58万ぐらいだったけども、ね、断熱材が1枚もなくて寒くてずっと下痢しててこれたまらんということで、ね、逃げるようにスキー場の寮に行ってめちゃくちゃ快適だということで感動したりとかして、でもそれでも自分の家不安だから、ね、わざわざ長野県から8時間高速飛ばして屋根雪を下ろしに来るとかね、やっぱりそういうことをしていくとやっぱ愛着湧いてきますよ。だからやっぱり愛着が湧いてくると家のことも知ってくるし、でそのこの家が分かってくるとなかなかいい家なんですよ。建築基準法もまあ建築士にならないけど勉強したりとかね、したりとかかじってきたりとかすると、まあ、なかなかあそういうことかとかいろんなことが知れてきてる、結構楽しいっすよ。一番最初大変ですけど、なんでできました。一応雪とはね、ここ完成したらこれも俺の部屋にしようかなっていう感じです。仮面部屋として、はい。あ、ポリベッドつったり、あともう一つ作って、こう、細々とね、使っていようかなと思ってた。で、あとね、意外な意外あるね。YouTube で見たけど、2倍材を個室切りっていうので無理やりビスでやってます。あの本来は1センチ ×1 センチの、立方体っぽい形、立方体っていうなんか日本語を一緒に使ったけど、そういうなんか木の杭を打ってそれで埋めるて強度出すんだって。なんだろう、あの刀の目くぎみたいなやつかな。でもねビスしかなかったから、むしろその杭を作れなかったんだよね俺。だから別にこれでもさっきこの上に座ってあのビス打ってたから、まあ、全然いけるなと思って、まあ、全然 OK ですね。はい、まあ、いや今日はこんな感じでここで終わりします。はいはいはい。まあね、このベッドを作ってるんですけど、まあ、ちょっとここ共有部屋共有スペースのためにまた壊します。であとはちょっとね、露出配線の電気のケーブルがちょっと、まあ、多分触れるところにあるっていうのちょっと嫌なので、これもまた隠蔽配線にするので、もうちょい工事は進みます。